タンココバトゥアングス自然保護区とは、インドネシアスラウェシ島にある自然保護区である。面積は約87平方キロメートルで、保護区内にはタンココ山とバトゥアングス山450メートルの3つの山がある。北スラウェシ州の州都であるマナドからクルまで約2時間のところにある。低地熱帯雨林の中で最も一般的な木は赤鉄角タッペルカの貴族。 ウルシカイランイランである。この自然保護区には、少なくとも127種類の哺乳類、233種類の鳥類、104種類の爬虫類や、両生類が生息しており保護されている。多くの絶滅危惧種が生息している。生息地の破壊や狩猟によって、個体数が減少した。特に、1978年から1993年の間で、 マカク族のクロザルの個体数が75%も減少した。プロテクテッドプラネット、タンココバトゥアンガスネーチャーリザーブ、リリープと12オーガスト2011、コンパス、アセットシジョラ、アラムドゥニアダンルーマーソトワースラウェシ30エプリル2008、クロニアーブンへ通るアソシエーションオブドミネイテッド、ツリースピーシーズインローランド、トロピカルフォレストオブタンココネーチャーリザーブ、 ビトゥング、ノーススラウェシ、インバイオデバーセタス、ボリューム9、ナンバー3。ありがとうございます。